し、どうして抜けられないんだ、こんな結束バンドごとき。力を無駄遣いしない方がいいわよ。あんたここに来る途中でチクッとされたでしょ。あれ筋弛緩剤だから、今みたいに立っているだけ十分すごいわ。筋弛緩剤だと、道理で力が入らないはずだ。罪のない市民に危険な五金製の品を使うなんて本当に最低な奴らだな。あら残念だけど、全員が撃ってもらえたわけじゃないの。あんただけの特別待遇。何？くそ、卑劣な真似を。普通の人は結束バンドをごときなんて言わないのよ。卑劣じゃなくて分別と言ってほしいわね。お前は頭も良くて実力もあるのに、どうして真っ当な道を歩まない。なんでギャングの仲間なんかやってるんだ。ふん、あたいをまるっきり知らないってわけでもないのね。当然だ、お前のファイルには全て目を通した。ジェーン・ドゥ、最近山地組に加入し、優れた手腕と頭脳で組織内での地位を高めてる。今では親衛隊クラスの中心的メンバーだ。それから？ファイルを見る限り、お前は典型的なギャングだ。狡猾で残忍、その上卑劣で手段を選ばないけど、それだけじゃないことも知ってる。お前にはいいところもたくさんあるはずだ。だよな。あたいに聞いてどうするの。とりあえずそう仮定する。俺はそう信じてる。それに山獅子組の他の奴らと違って、お前にはまだ善良なところが残ってる。残ってるよな。とにかくジェーン、お前はまだ選べる。真っ当な道に戻るチャンスがあるんだ。まだ遅くない。協力してくれるなら、俺の個人的な信用を担保に、治安局には酌量の余地を認めさせる。その上で公正な裁判を行うと約束しよう。これでどうだ。あんたセスよね。ん？そうだ、それが俺の名前だ。それが何か関係あるのか。ちょっと奥に座ってるお嬢ちゃん、あんたよ、背中に何を隠してるの。え、私は何も隠してなんか。勘違いしないで、交渉の価値がある人質は治安官だけ。あんたたちがちょっとお手手足をなくしたところで誰も心が痛まないんだから。さ、何を隠したの。待ってくれジェーン、急にどうしたんだ。フォローで犠牲になった人の体でまずネズミにつつかれるのは目だって言うわよね。お嬢ちゃん、あんたの目は綺麗だから、きっとネズミたちが大喜びするわ。私は何も、本当にこれが最後よ。一体何を隠した。水だ、飲み水だよ。連行されてる道中残しておいたんだ。俺がそうさせた。攻めるなら俺を攻めろ。セス治安官、優れたエーテル適性と身体的素質があり、腕も立つ。正直で善良、忍耐に秀でる。何が言いたいんだ。俺のことを知ってるのか。ちっとも知らないわ。けどあんたの長所は分かりやすくて、悪い人が喜びそうなものばっかり。正直だから嘘がつけない、善良だからすぐ人を信じる、忍耐があるから簡単には壊れない。あんたと協力することにあたいは希望を見出せないわ。だからもう小細工はやめて、おとなしくて利口な人質になることね。だってここで善良なところが残ってるのはあたいだけなんでしょ。こいつ見張りはどこ。ここへ来て。ジェーンのアレゴ、お呼びですかい。
人質をよーく見張ってて、待遇は掟の通りよ。それとこちらの治安官さんには3倍のお水を差し上げてちょうだい。彼が飲み切るまで他の人質には一滴も飲ませちゃダメよ。なんだと？ほら、水が大好きなんでしょ？たっぷり飲ませてあげるわね。調査を始めようかしら。目標はあそこね。他のエリアも探してみようかしら。強力な警備用レーザー、無理せず回り道した方がいいわね。ん？真新しい箱だわ。きっとギャングのものね。防犯扉だらけだわ。役に立つものがあるかもしれないわね。フラワーシやっぱりそう簡単にはいかないわね。まっさらな権限カード、ラッキーね。試してみましょう。
いいわ、開けてみましょう。このまま先へ進めそうね。はっきっちゃ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 終わるわ。このまま先へ進めそうね。制御端末、情報があるかもしれないわね。確かめましょう。やっぱりそう簡単にはいかないわね。このまま先へ進めそうね。この先の道は行き止まりだったエリアの裏に通じてるわ。死角からよ。よっ、はっしっちゃっやっ。逃がさない。さあ、フィナーレよ。ごめんね。残念、時間切れ。このまま先へ進めそうね。回り道成功ね。調査を始めましょう。このまま先へ進めそうね。このまま先へ進めそうね。いいわ、開けてみましょう。また仕掛けがあるわ。迂回した方が良さそう。あんたは駆られる側。これが最後のドアであることを祈るわ。ごめんね。
全部終わるわ。やっとここまで来れたわね。獅子のねぐらの手がかり、何か見つかるといいけど。